チューニングカーワールドエキサイティング2014。日本全国からですね、チューニングカーだけが集まったこのイベントというわけで、まあ、いわゆるちょっとノーマルではない吊るしの車ではない車が数々、展示されているということになります。そこ愛知県だけではなくね、北は 九州から北はどこか聞いてません北はどこどこまで、来てますけどね。早速取材の方行ってみたいと思います。ポートメッセ名古屋で行われたチューニングカーだけの祭典、チューニングカーワールドエキサイティング2014。さまざまなジャンルのチューニングカーが一堂に会したこのイベントは今年でおよそ10年を迎えました。もともとはエキサイティングカーショーダウンという名前で開催されていましたが、今年から海外のチューニングカーも注目するという意味で名称が変わったそうです。早速どんなイベントなのか見ていきましょう。さあ早速ですね、会場の方を回ってみようと思いますがね、まあ、いろんな車こうたくさんある中ですね、まあね、女の子なんかもねちょっと話聞いてみますからね、こんにちは。じゃあ、ね、この車エンドレス、はい、はい、お名前どうぞ。はい、2014年エンドレスレディの前崎弘恵と申します。弘恵ちゃん、はい、弘恵ちゃんは、名古屋の方ですか。大阪です。大阪、はい、じゃあこの2日間大阪から来てるわけですか。そうです。はい、どうですか、あの名古屋は。名古屋お仕事で何回か来たことあるんですけど。名古屋名物は食べました。はい、昨日手羽先を。手羽先いただきます。エンドレスは2014だけ。はい、今年からです。なるほど、そうですか。はい、じゃあちょっとカメラに向かってチャーミー、あのセクシーポーズをよろしくお願いします。3、2、キュッ。かわいいもん、かわいいもん。さあそしてね、やっぱりあのこれのねイメージキャラクターの、まあ、このやってるんですけど、この車とあのことを教えてください。これなんていう車ですか。はい、こちらはエンドレスアドバン86というスーパー耐久で走っている車です。おー、えらいえらいえらい。何馬力あるんですかね。何馬力わかんないよねなるほどね。あ、どうですか。でこれはレースで実際走ってる車ですね。はい、そうです。なるほど。自分でも運転しますか。実は免許を持ってなくて、でももっぱらナビゲーターシートで。ナビゲーター、どうですかね。悔しい悔しい。さあ続いてね、会社はこちら、ね、メルセデスですね、AMG って書いてありますけどね。こんにちは。こんにちは。どうも。3人はチーム名は何ていうんですかね。バースレーシングプロジェクトです。みんな揃って言えよ。みんな揃って。3、2、1、どうぞ。バースレーシングプロジェクトです。OK、OK、OK。車のことにちょっと聞きたいんですけど、これは、メルセデス・ベンツの SL ですかね。はい、はい。何、はい、ていう方ですか。詳しい方、誰か見えますか。なんか知ってることどうぞ、はい、このバースレーシングのかっこいいおい、それ感想だよでなスーパーチャージャーとかターボとかなんとかって分かること、なんでもいいから分かるわ。これ言ってはあなたどうぞ。かっこいい。かっこいい。感想じゃねえかよっつってすごくかっこいい叩こきむせんわさあ、今回のですね主催者の稲田大二郎さんです。ご無沙汰します。どうも、久しぶりです。お元気そうで、もいや、若いですね。バレバレやってますよ。稲田大二郎、車のチューニング分野の第一人者としても有名な方で、この業界で知らない人はいないでしょう。車のチューニング専門誌オプションを立ち上げ、また全日本プロドリフト選手権の創設者の一人、さらに東京オートサロンの前身であるエキサイティングカーショーの発起人でもあります。稲田さんといえば僕なんか現役で走ってるというイメージがあるんですけど、もう車を降りられたんですか。いや、今でもやってますよ。乗ってるんですか。乗ってますよ。僕もおととい、去年も僕、はい、あのイタリアで最高速の375キロぐらい出してきます。375キロ。ええ、GTR で。GTR で、うん、これ記録として残ってるわけですか。残ってますね。じゃあなんか雑誌かなんかあのオプションで行ったんですよ。ああ、じゃあ乗ってるわけですか、ええ、じゃあもうドライバー稲田大二郎で。そうそう、それを乗ってます。失礼ですけどおいくつになられますか。いや、それ年聞かないでよ。非公開ですか。もう60運歳になってもうそろそろあと何年間ぐらいで70になるんだからさ。車好きだからこう 若く入れるんだから、はい、ね、そうでしょ、はいはいね、みんなそうよ。まあでも今日ね、あの車見る限り
全てチューニングカーということですね。まあこれはね、元々一番最初エキサイティングカーショーからやったのはね、もともと僕が東京オートサロンとやってたんだけども、はい、東京オートサロンがもういわゆる車もどんな車でも良くなっていって、はい、なんかちょっとねそのチューニングカー自身がちょっとねあんまり出れなくなっていったのよ。なるほど。あの値段も高いし、はい、あと出るには、はい、だからそういったことで、うん、そのチューニングのいい車をする小さなショップ、はい、小さなショップが出れるようなチューニングカー縛りのショーをやろうと思って、うん、名古屋で始めた。それは10年ぐらい前にエキサイティングカーショーしてね、まあ、国産車がちょっとメインだったの、はい、これから ね、 あのね、はい、外車のも入れて、ね、外車のチューニングカーも一緒にして、だから名前をワールドチューニングカーショー。なるほど。そして今回からこういうスーパー耐久の車もちょっと読んでるんですよ、はい、こういうねスーパー耐久ですっていうのは、はい、やっぱりそのツーリングカー普通のチューニングカーがベースになったレースなんですよ、うんうん、だからまあ一緒の共通項だからそれも入れてもう少し10年目経って幅広い賞にしようかなと思ってね、うん、今やってます。これからまたね来年もまたどんどんチューニングカーをやっていくっていうわけですね。もちろんもう僕はもうやっぱチューニングカー大好きだから、はい、エアロだけよりも僕はチューニングカーが好きなんです。もうエンジンそのから足回りから、ね、全てやった、ね、しかも実際に走る車をね、はい、よろしくお願いします。長い付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。チューニングカーワールドエキサイティング2014の様子はまだまだ続きますよ。 CM の後はコンパクトカーのチューニングを紹介します。